皆さんこんにちは。名古屋ボーカルスクール校長の竹場です。講師のアリです。また来たよ。にゃー、来れましたね。来れました。レッスンがキャンセルになりました。またかよーって、まあね、元気かな、ね、この時期はねしょうがないですね。そうだね。うん。あとやっぱりね、コメントくださいって言ったらね、Facebook の方でね、アリ先生かわいいと。あざます。あざます。すいません、恐縮です。 YouTube のコメントにもですね、なんかお二人がね、元気で嬉しいというね、はい、お声いただきましてありがとうございます。ありがとうございます。私たちは元気でございます。めっちゃ元気です。はい。ということで、今日は何をしようかと思ったんですが、はい、まあ、この前 YouTube のコメント欄にも書いていただいて、なんか正月っぽい曲をやってほしいとか。あ、そうですか。はい。で、もう一つ、You Raise Me Up をやってくださいって、まあ、曲名をね、しっかり上げてもらった方も見えたんですけど、You Raise Me Up って、ちょうどなんか年末年始に良くないと思って。確かに、なんかそんな感じですね。ねえ。You Raise Me Up。そうそうそう、やっぱりあなたが支えてくれるからこそみたいな、やっぱすごいこう、特にね、今年はね、いろいろあったからさ、確かに、うん、この曲いいかなと思って、うん、なのでこれをやります。イエイ。はーい。それ何、あらかましずか。そう、マジで。バサロ、何でしたっけ。イナバ。マジで。あれ、わかんなかったから。うん。うん。私、もう、メトリックスかと思ったわ。メトリックス。突然ですよね。そう、荒川静香さんがね、はい、スケートの曲でね、やって、すごい有名になったんだけどね。ケルティックウーマンさん。うん。うん。でも実は、ケルティックウーマンさんはカバーです。あ、うん、そうなんですか。うん。へぇー。ね。エンダーもカバーだったっていうのは、あれも結構びっくりする人。え、そうなんですか。そうそう。へぇ、あれもともとカントリーの曲だね。ね。あ、そうなんですか。そうそう。I will always love you ね。へぇ、全然知らなかった、うん。すごい可愛らしい女性が歌ってるんだけど。そう、それをホイットニーが、ああいう、こう、壮大にカバーしたんだけど、今回はケルティックウーマンさんが2005年なんだけど、うん、まあ発表したのがね。うん、で、その前に2002年に、シークレットガーデンっていう、二人組、の、まあ、インストのデュオみたいな、うん、お二人が見えて、で、その二人が演奏してる前で、歌い手さんが歌って、このユーレイズメアップを歌ったっていう、ブライアン・ケネディさんとトレイシー・キャンベルさん。うん、で、ブライアンさんの声はもうめちゃめちゃもうセクシーで、男の人で。で、トレイシーさんは後で、ラーってゴスペルの歌手さんだから、そういうこう、すっごいこう、ソウルフルで歌い上げてるんだけど。その二人でシークレットガーデン。あ、ね。あ、じゃあ。ボーカルはそう、違う。そういうことか。そう。インストのバンドっていうか、まあ、ユニットだから、バイオリンね、はいはい。これもアイリッシュ。まあ、アイルランドの人なので、うん。だから、へーって感じでしょ。へー、まさかの。知らなかった、聞いてみます。うん。まさかのカバーでございます。です。うん。が2年、2002年だね。はい。だ一応今日タイトルには、まあ、ケルティックウーマンさんの、うん、You Raise Me Up だけど、本当は、シークレットガーデンさん。はい。うん。です。ああ、なるほど。はい。で、アイリッシュだからね、やっぱアイルランドなので、イギリスの、ね、英語です。クイーンズ・イングリッシュ。うん。イギリスのね、植民地だったからね。はい。うん。で、アイリッシュとか、そのアイルランドの英語って、やっぱちょっと訛りがある。あ、そうなんですか。そう。例えば、愛を、オムって言うんだって。え？オム愛になるんですか？ん？愛を、オイって言うんだ。あ、オイアム。そう。オイアム。そう。I am Japanese が、オイアム Japanese になるんだって。なんかちょっと、そうそうそう。最後高森みたいですね。オイドンアイ。飛ぶな。違うめっちゃ飛んだね。すごっ。へぇ、そうそうそう。まあでも、この曲は、ちゃんと英語で、うん、もちろん歌われているので、フェロー・アン・ジャーンとか言わないよね。ああ、なるほど。そうそう、そう、うん。はい。はい。ってな感じで、まあね、ちょっと、いろいろ雑談をしてみましたが。
はい、どっちかっていうとでも、うん、イギリスっぽい発音になる。どっちかっていうともう完全に。あ、完全にか。完全。なるほど。そのアイリッシュの訛りはないけど、うん、イギリス英語ではあるんですね。うん、あ、そう。なるほど、なるほど。完全にです。まあ、それのね、詳しいのも、まあ、解説しつつ行きましょうか。お願いします。はい。じゃあ、まずいつもの、行きます。せーの、ドン！そう、ここでーす。来ましたー。はーい。ちなみにこれ、二つしかないです。まあちょっと英語の解説だからね。そうだ。うん。いつも日本語だと歌い方の解説もしますが。うん、リエゾン、まあリンキングの部分と、はい、ブレスの位置しかないです。はい、うん。で、リエゾンは、いつも言ってるように、This is a pen が、うん、This is the pen になるっていうね、うんはい。この音が変わるっていうのをリエゾン、まあもしくはリンキングと言います。はい。はい。じゃあ、ここを、どっちに行ってもらうの？どっちに行くか。あ、この間小林家。また。ここら辺ですか？こう少女絵みたいな。一旦ここに。そうそうそう。またお願いします。はい。じゃあ、ここら辺ぐらいに、はい、寄っていただいて。はい。はい、じゃあ、最初、まあ、バースの部分ですね。行ってみましょうか。はい。はい、こちらでーす。ドーン。はい。で、こうちょっと寄ろうか。はい。はい。じゃあ、まず、はい。when もういきなり赤文字が書いてあります。この when って when じゃなくて when そうしっかり、うん、when そうですそうです、うん、when とか would、はい、ってみんな would っていうじゃんね、うん、あれも would そうそう w はすごく口をしっかりこう、うん、wってつぼめて when そうそう、はい、でリエゾンがあります。 when I am、うんで、アムのムーがまた、こう、斜線が引いてあるので、うん、アムのムーはムーって言いません。when I am, when I am, うん。つぶる。down, うん、そうそう。で、まあ、ブレスをしてもらって、and do, and do, そう、and と o で and do, and do, うん。my soul, my soul. で、soul の横にも斜線があるね。soul って言わない。soul, soul, うん。つけてもいいし、つけなくてもいいし。so, so. うん。まあ、口つむるとね、つくから。で、so weary. so weary. そうそう。weary. 今だとね、ちょっと L、それだと。weary って聞こえる。weary, weary. だけど、ま、ちょっと、クイーンズなので、あんまり巻かなくてもいいので、weary. weary. うん、そうそう。で、ブレスをしてもらいます。まあ、私がね、落ち込んだ時、とかね、うん、まあなんかいろいろ疲れちゃった時にねみたいな時ですよ。で次 when また when, when. うん when troubles come when troubles come、うん、そう troubles come troubles come そうそうそう、はい、で come の move はまた斜線があるので move って言わずに come come、うんうん、で息吸って、うんで、and my heart burdened be なんだけど、これ、このケルティックウーマンさんたちは、and の do を t で発音します。and. そうそうそう。and my heart, my heart burdened, burdened. そう、be. be. そう、上に t がね、いっぱい乗ってるよね。Oh. うん。and my heart burdened be, and my heart burdened beBe. そうそう、but it be. But it be. そうそう。重荷を背負った時。うん。なんかいろいろ困難が来て、トラブルが来てね。で、心の中にね、すごく重荷を負っちゃったっていうか、苦しくなった時、みたいな感じ。うん。で、and の do はいつも d の時に斜線があったりとかするじゃんね。だから、あんまり発音しないことが多いんだけど、この場合は and って言ってる。うん、それはイギリスだからです。いや、多分ね、癖だと思う。あ、この人の。うん、ああ、なるほど、ね。こう、ちょっと弱くとか、綺麗に歌いたいときに、ちょっとこの t を入れたりとか。and my heart burdened be. ちょっとこう、なんていうのこう、繊細さが出る。うん、確かに、うん。な感じかな。結構語尾が、そういうのが多いってことですかね。t?t とか s とか。ああ、そうだね。ああ、なるほど。そうだね。うん。まあ、アイリッシュだからね、すごいこう、なんか、こう、北欧のこう、綺麗な感じはイメージされるかなと思って。壮大感とか。はい。うん。で、B で終わって、then I am still, この deny。
That I am still. そうそう。still のが、また、発音しません。still.still. そう。ああ。ルートは言わないね。うん、はい。うん。で、ブレスをしてもらって。and. またこれ t ね。wait here.wait here. ここの t は言わないんだ。wait here.wait here. うん。で、ブレスして、そう。で、in the silence.in the silence. そうそうそう。で、次。until you come.until you come. うん。そうそうそう。うん。また射線で。だ。うん。で、and.これを言わないんだ。うん。で、sit a while で、sit a while。sit a while。そうそうそう。うん。sit a while っていう人もいる。けど、この方たちは sit a while。sit a while。sit a while。うん。で、with me。with me。そうそう。with のずっと me が一緒ね。with me。with me。そうそうそう。じゃあ、ここ。つると行ってみようかな。とりあえず私行こうかな。お願いします。じゃ行きます。One, two, three. When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait here in the silenceUntil you come and sit a while with me. だね。いい曲。ねえ、めちゃくちゃいい曲だね。いい曲ですね。うん。あ、そうそう、言うの忘れた。See the while の where も W がね、赤くなってる。うん。See the while with me. ああ、なるほど。これでね、またこう空間がね、ふーってなる。See the while と See the why って違うでしょ。うん、違いますね。わーっていうのが。W 大事なんですね。めちゃくちゃ大事です。うん。はい、じゃあ、コーラスの方行きましょうかね。はい。せーの、ドゥン。はい。きたきたー。ドゥンってやってて、だんだんこう近づいてくるよね。見えんくなってくる、ここやって多分。ちょっと行こうかな。はい。で、You raise me up のプは、プって言ってるけど聞こえないです。You raise me up!You raise me up! うん、そう。で、まあ、斜線引いてあるもんね。で、So I can! So I can! ここが、イギリスとアメリカの違いです。can が、can じゃないんだわ。can。can。そう。缶詰の缶ってあるじゃん。はあ、本当に缶っていうの。ああ、もう何も can、y とか入る感じじゃなくて、缶。うん。そう、缶。そうそう。へぇー。I can、くんみたいな感じ。くんとか、けんみたいな。ああ。I can、そう。ああ、なるほど。で、stand on、stand on、うん。mountains、mountains。で、私の好きな S。そう。で、ずーより、mountains、mountains. そう、t の方が、ね。ああ、なるほど。聞こえやすい。ああ、なるほど。で、また、you raise me up!you raise me up!to walk on, to walk on, stormy seas!stormy seas! そうそう。そう。で、I am strong!I am strong! そう。で、このグが、strong! じゃなくて、strong!Strong! そうそう。鼻に抜く。うん。で、聞こえなくてもいいです。Strong! でもいい。Strong! そう。ああ。言ってるふりでもいい。ああ、うん、ああ、ああ。で、When I am! When I am! I'm on your! I'm on your! Shoulders! Shoulders! うん。You raise me up! You raise me up! そうそう。で、これ、two more じゃなくて、two more なんだわ、最初。two more. そう。あ、上がるんです two more than I, than I. two more than I. で、また、can が来たね。can be. そうそうそう。ピンポンピンポン。いやー、むずいなぁ。で、you raise me up。まあ、あなたの支えがあるから、私は、もう山に、まあ、登ったり立ったりすることができると。で、あなたの支えがあるから、まあ、嵐とか、そういうところをこう歩いていけるっていうか、立ち向かっていける。で、私は強い。なぜなら、あなたが支えてくれるから。うん。
で、あなたの支えがあるから私はもっと素晴らしい、うん、あのね、あの今日よりも明日のいい私になれるみたいな、うん、やっていけますよっていう曲もういい、いい曲だなんか国越えてもあれですよね、みんなやっぱ一人では生きていけない、あなたがいるからとか、うん、っていうのはみんな同じ風に思ってますよね、同じ、本当に大事ですよね、一人じゃ生きていけないですか、いけないです、本当に、だってもうね全部助けてもらってるわけだから、うん、結局ね、うん、本当にそう思います、素敵な曲だこれ、本当に、うん、あの日本語訳見ながら歌ってほしいですね皆さん、あーそうだね、うん、素敵、うん、このやっぱりねそういう感覚をこう持ったまんま歌うと、例えば When I am down がこの感覚キューっていう感覚を持つと、うん、When I am down ってなるじゃん、うん、そうですね、うん、そうですね、だからやっぱり理解するのって大事ですね、大事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 、うん、なんか一つ一つを細かくじゃなくってもいいので、うん、その大まかに今どういう気持ちで歌うのか、うん、っていうのはやっぱりちょっと心に留めておいた方がいいかなと思います、うん、確かに、じゃあどうしよう、最初私歌う、でサビ一緒に歌う、あそうですね、うん、はい、じゃあ行きます、ワン・ツー、はい、 When I am down and all my soul's weary, when troubles come and my heart burdened be, then I am still at way here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. はい、OK でーす。言われたのにつって。超難しかったな。私普通に忘れてた。コーラス一回すると歌うの忘れとったね。ああ、本当ですね。ね。いいです。まあまあ。大丈夫です。いいよね、うん。歌いたくなったから歌っちゃいました。あ、気持ちが大事です。そうだね。はい。ってな感じでございます。はい、うん。まあ、このね、with Ali バージョンは、はい、ね、いっぱい、今なんか来年もね、やっていきたいな。やったやったそうね。なんかお菓子食べながら、なんかちょっとね、いろいろね、語ったりとかね。そうですね。ちょっとそのためにこたつとか、うん、副社長買ってくれないかな。スタジオにこたつ。こたつ食べる。マジで。結構面白そうじゃん。まあね、うちだって自宅にこたつないもんな。あ、ないですよね。なんか持っていけないな。ですよね。ってなると、うん、やっぱ買ってもらうしかないから。そうだね。そうですね。真ん中に置くの。そうそうそう。突然。面白いじゃんね、副社長に。イエーイ、よろしく。2021年お願いします。ね。なんか、もう私たちはね、明日で、まあ、仕事納めというかね、うん、レッスン終わりですけど。あ、そうですね。うん。まあ、火曜日に大掃除して、はい、その年末にまたなんかこれがやれるか、まあ、年明け、はい、になるかですね。あ、そうですね。うん。まあ、このね、年末年始の間にね、なんかリクエストもいっぱいいただけるといいかなと。そうですね。うん、皆さん、そんなね、出かけないでしょうから。そうだね。ちょっと、なんか考えて、ぜひぜひ。本当に、もう本当、マジで、ガキつかみるよ、私。めちゃめちゃ長いですよ。あ、そうなの？めちゃめちゃ長いですよ、先生。いや、ほんとこんな年末を家族と過ごせるなんて、ほんとに何十年ぶりなので。すごいですね。いや、もうずっとね、カウントダウンのお仕事が。そっか、お子さん生まれてから一回もないです、うん、ない。うわーすごい。すごい。ない。なんか日付変更線っていうか、まあ、日付超える前に寝るなんて多分ない。はぁ、すごいですね。まあ、ある種じゃあ、まあ、ちょっと。貴重な機会ということで。そうだね。家族で。まあ、はい、そうだね。まあ、息子も喜んでくれる。喜ぶと思いますよ。ね、ずーっとゲームだと思うけど。男子ですね。男子だね。男子ですね。そうだね。
はい、まあね、今年は皆さんゆっくりね、あの過ごしていただいて、はい、まあ英気を養ってですね、はい、また来年来るチャンスにね、はい、備えて頑張っていこうじゃありません、はい、ありませんか、はい、ということで、はい、まあもう一本あるかないかわからんけどとりあえずありますよ、ね、はい次回まではい、はい、お楽しみにお待ちください、はい、さよなら、またね、またね、やっぱ行くんだ。